皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。統一地方選挙の前半戦が終了しました。静岡県では、静岡市浜松市の政令市長選、そして県議会議員選挙、これが終わったんですね。その投票率を見ると、静岡市長選挙これ 45.61%、 浜松市長選挙 49.44%、 県議会議員選挙はもっと低い 44.62% と、いずれも 50% を割っています。この3つの投票率すべてが過去最低の記録だそうです。で、投票率が悪いっていうと、テレビなんかでコメンテーターの人がね、これ若い世代の投票率の低さ、これを嘆くんですけれど、これ悪いのはね、若い世代じゃないと思っています。若い世代に向き合った政治が行われてこなかったから、若い人たちが投票に行かないんですよね。だからこれからいろいろな仕組みを、若い世代の声を拾えるように変えていく必要があると思っています。じゃあ、具体的にどんなことがあるかというと、まず提案として、選挙に行ける、投票する年齢ってつい最近まで20歳だったのが、ね、18歳に2歳引き下げられました。だから選挙に立候補する年齢、被選挙権ですね、立候補するの、この年齢も当然2歳引き下げてもいいんじゃないでしょうか、ね、そうすることで若い人たちが選挙に立候補しやすくなる。やはり若い世代に政治に興味を持ってもらうためには、若い世代の意見が必要ですよね。若い世代が意見を言うためには、やはり若い人に議員になってもらいたい。だから立候補できる年齢をまず2歳引き下げた、こうしてもいいと思っています。それから選挙に立候補するにはお金が必要なんですね。供託金というお金を預けるんですよ。その供託金、やはりちょっと高いですね。若い人たちそんなにお金を持っていないんで、ある程度の年齢で線引きをして、この年齢より若い人が選挙に立候補するときには、その供託金を上の世代より安くすると、で供託金を安くする、こういうことでも若者が選挙に立候補しやすくなるのじゃないでしょうか、ね、選挙に立候補して当選して、政治を行ってもらう、ね、若者、当然同じ世代だったら政治に興味を持ちますよね。ですから若い人の声を拾うため、若い人の投票率を上げるためには、やはり若い議員が当選しやすくなる仕組みを作ると、こういうことでこの2つの提案、私は考えてみました。皆さんはどう思うでしょうか。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。